クロス張りも、これで3部屋目ですね。だいぶ慣れてきました。1枚目、天井の1枚目張るとき、一応これ91センチのところに、壁から平行線を引いて、それに縁を合わせるような感じでスタートするような形でできるようになりました。最初に比べたらだいぶ自分なりに進歩した感じですね。最初のうちは裏のそのなんだろうビニールっていうかを剥がしながらやってたんですけども、まあだいぶ少しずつ慣れてくるとそれを剥がしてお手本のような感じで少しお手本のような感じに近づくことができてきましたね、やっと。まあそれでも若干違うとは思うんですけど、まあやってて思うのは、お手本の YouTube 動画ですか、見たりしてやってるんですけども、まあ最初はそういうふうにはうまくできないですが。まあ少しずつ慣れてくるとやはりその通りやるのは一番やりやすいんだなって思いました。あとクロスの縁とか切る時のカッターの入れ込みの方向とかですね、それがまだ慣れないんで、切り口が雑っていうかなんていうのかな、まっすぐにうまくいかないっていうか、仕上げでシリコンで、まあ、隠せるからいいんですけど、それでもまあ時間かかりますね、慣れるのに。これも若干お手本と
違うとは思うんですけども、あのまあこうやって畳んでこの状態で何だろう貼っていくことができるようになって、だいぶ楽になりましたね。やっぱり剥がしながらやるのとは全然違いますね。まあそれでもまだそんな慣れてないんで、1枚ずつ剥いでこうやって折って貼ってる感じです。で横を合わせたいところだけど、横合わせるの難しいんで、なんだろう、スタートの壁庭に、合わせるような感じでやると、まあそれなりにまっすぐ行くのかなというやり方でやってます。ちょっとあの模様とか目立ったりするのだとピシリ合わせないとダメなのかもしれないですが、まだそこまでは難しいですね。上を向いてこうやって長いこと作業するのが慣れてないんで、結構首が痛くなりますね。首が痛くなってくると、なんていうの、あのつなぎ目のコロコロかけるところが念入りにかけれなくて、後で隙間が空いてきたりしていました。これ貼っているのは横方向にだいたい 3.6 メーターぐらいでクロスを切って貼ってってるんですけど、まあ自分はこれが限界かなと、これ以上長いと難しいんで、こう今貼ってるのと反対方向はもっと長いんですが、そっちだとちょっと無理だなって感じて、こっち方向に
貼ってます。結構のりついて重さも重いですよね、長いと。この合わせのところを切っていくんですけど、どうも最後のなんていうのかな、同じ方向から切っていくときはいいんですけど、終わりカッターをこううまく運べないんで、反対からカッターを持ってくるんですけど、そのなんだろう、ドッキングの場所が失敗しちゃうんですよね。ちょっと隙間が空いてしまうっていうか、段差ができるっていうか、なかなかならないですね、これは。